それとももうこんなに歪曲表現とってももうカットなの？もうちょっとその辺は、ま、正直お金の話って絶対に NG 的なところもあるんで、うん、で、じゃあ慎吾君としては、はい、いわゆるじゃあこの大怪獣グララっていう映画を、まあ、あの有名な YouTuber の方々のとの共演によって作ってるというか、もう共演じゃないよね、なんか他の人の動画を渡り歩きながら、まあね、渡り鳥みたいなもんですかね、コラボレーションと言っていただけると聞こえがいいのかもしれないですけど、これやって70万回再生目指すわけだよね、はい、それ超えたら2回目3回目チャンスがあるんです。いや、あのこれ自体僕別にディレクション費用とかもらってないので、うん、あのまあ未然に起きてる、まあ、こっちまでとかいろいろは全部やってはいるんですけど、うん、そっから先やっぱ自分自身のあの認知度開拓ってことなんだ。そうですね、あのオメガプロジェクト全体で、はい、ぶっちゃけ、うん、君より金もらってるやつらって大体いくらもらってるの？そんな言えるわけないじゃないですか。あ、じゃあ想像でいいよ、昨日見た夢でいいや。昨日見た夢そう昨日見た夢ではぁ、キセな俺ヤーチューバーさんっていう人が出てきて、ヤーチューバーさんが一番出てる人これぐらい出てるんじゃないかなっていう夢見たんだろ？見ました見ました。どんなの見たの？例えばですけど、うん、ま、要はこうオメガ、あ、そっか、あのオメガに限らず、うん、やっぱりまあ、PV っていうか再生回数がたくさん回る人って、うん、やっぱいろいろな案件を持ってこれるし、例えばあのあれだよね、はい、日本で一番有名な YouTuber で、はい、テレビ CM にも出てるヒカキンさんみたいな人いるじゃん。はい、名前言いましたね。はいはいはい、はい、まああの人素晴らしい、素晴らしい方です。あの人多分、はい、数百万回再生っていう多分潜在力を持ってるんだよね。もちろん持ってらっしゃいます、うん、はい、なんかね300万ぐらいって聞いたことあるから、もしあの人がやったとしたらそれぐらい出てもおかしくないなって話だと思えばいいの？それとももうこんなに歪曲表現とってももうカットなの？もうちょっとその辺は、ま、正直お金の話って絶対に NG 的なところもあるんで、うんうん、わかんないですけど、ま、例えばまあ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 録画なんで、うん、まあ、ヒカキンさんにしてみれば、まあ、それこそ年始アドセンス広告って言いますけど、だいたい再生回数かけの、うん、0.、まあここカットだと思うんですけど、多分ヒカキンに動画出してもらうのに80万ぐらいかかるんで、ほう、はいはい、その辺で考えてもらえれば、うんうんうん、相当な金額になるなと思いますね。なるほど。